4連休2日目の今日、静岡空港では運用前の時間を使い滑走路を歩く体験ツアーが開かれました。滑走路等の点灯で始まった体験ツアーは、空港への親しみや理解を深めてもらおうと考案されたもので、参加者たちはおよそ1キロの道のりを1時間かけて歩いていきました。風が気持ちよくて、あ、なんかこんなね、検討するところとか見たこともないですし、普段こんなとこ絶対歩けないので、すごいいい経験になりました。天気良かったもんですから、皆さんに喜んでいただいて、非常に嬉しく思っております。滑走路には安全に飛行機を発着させるためのさまざまな仕組みが施されていて、細やかな工夫について説明を受けた参加者たちは、今日の貴重な体験を写真や記憶に留めていました。